プラマはゲデット2をフォークして作られたテキストエディタである。リナックスディストリビューションで使用されるメイトのデフォルトのテキストエディタである。プラマは基本的な機能のほか、追加のプラグインで機能を拡張することができる。プラマは複数のファイルを一度に編集することができるグラフィカルなアプリケーションである。また、国際化されておりユニコード UTF-8 を用いている。プラマは 一般的なテキストエディタとしては、標準的な機能をサポートしており、簡潔さと使いやすさを強調している。プラマの核となる機能は、ソースコードのシンタックスハイライティング、オートインデント、プレビュー機能付きの印刷のサポートなどである。プラマは、メイトプロジェクトの思想に従って、クリーンでシンプルな GUI にデザインされており、メイトのデフォルトのテキストエディタとなっている。また、 プラマはフリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアであり、GNU、GPL バージョン2以降に従う。プラマは完全にメイトに統合されており、母からのドロップが可能で、メイトバーチャル、ファイルシステム、メイトのプリントフレームワーク、メイトのヘルプシステムを使っている。プラマは MDI の機能や GUI によるタブ機能を持っており、複数のファイルを編集することができる。 タブは複数のウィンドウの間をユーザーの手で自由に移動することができる。また GVFS を使ってリモートのファイルを編集することも可能である。他のコード指向の機能としては行番号の表示、ブラケットのマッチング、テキストを理解し、現在の行のハイライト、オートインデントや自動的なファイルのバックアップなどがある。プラマは印刷機能をサポートしており、 これには印刷プレビューやポストスクリプトや PDF への印刷のサポートが含まれている。印刷オプションはテキストのフォントやページサイズ、向き、余白、オプションのページヘッダーや行番号、シンタックスハイライティングが含まれている。加えて、プラマは g t x o r s b 経由で様々なプログラムコードやマークアップのフォーマットに対応したシンタックスハイライティングを提供する。 いくつかのプラグインは、プラマにあらかじめパッケージングされ、インストールされている。メイトコアアプリケーションズの一部として、プラマは最新の GTK とメイトのライブラリを使っている。また、プラマのソースコードは Git により管理されている。ありがとうございます。